はい、今日の先生ご紹介します。今日の先生は荒井直美先生です。よろしくお願いします。はい、先生よろしくお願いします。今日のお料理こちらです。はい、今週のテーマ休日に作ろうです。今日はこれは美味しいですよね。ミルフィーユハムカツです。ではお願いします。はい、まずハムの準備からなんですが、スライスしてあるロースハムを用意しました。3枚1組にしますので、この間にチーズを挟んでミルフィーユにしていきます。今シートを剥がしたチーズチーズがくっついちゃいました。くっついちゃった。くっつきますよね。半分にして、はい、結構くっつきましたね、お皿に。うん、ペタッとくっついちゃった。どうします？困ったね。困りましたねこれ。本当にくっついたの？本当にくっついたの？ハムの中にチーズが入るようにはみ出ない方がいいですね。そうそう、こうやって半分半分に挟んでいきます。こんなに崩れないんだけど、まあ、お皿にくっついちゃった。でもあるあるですよね、フィルムから剥がしたらすぐこう使わないと。そう、全くスライスチーズ感がないんですけど、見えないようにと思ったんだけど、時間ありますので大丈夫ですよ。でもスライスチーズ1枚1枚剥がしてやればね。そうなの、まあ、今日、3枚これですよっていう。そう、あ、3枚じゃないか、用意するのは1枚、用意するのは1枚なんですか。あ、そうかそうか、大丈夫。3枚の間にスライスチーズを半分にして、1枚分挟むんだな。はい、はい、そしてこうやって空気を抜きます。2箇所で、そうです。はい、あんまり端っこの方までチーズを挟んじゃうと、揚げてる時にチーズが流れ出るから、あんまり端っこまではギリギリまでは少し余裕を持つようにしてチーズを挟んでください。溶ければね、一緒ですね。なんだか意味わかんなくなって大丈夫です。大丈夫、大丈夫、細切れになっても大丈夫。通じてる？ハム3枚にスライスチーズ1枚、1枚半分ずつ挟む。はい、OK、 OK です。はい、はい、じゃあ準備ができました。はい、はい、できました。そしたらバター液の方を作っていきます。これはパン粉をまぶす前に、ハムに絡むとパン粉のつきが良くなります。卵に小麦粉と入れてよく混ぜます。少しこうドロッとしたような感じになりますね。よく馴染んだらお水を加えます。なんかこう厚めの衣みたいな形ですよね。やっぱりね、チーズが流れないようにしっかりとパン粉とか衣をまぶしたいです。そうですね、まあ、ミルフィーユになってますからね。はい、ではハムの方になるんですけれども、ここに小麦粉を振っていきます。なんで小麦粉も出ないですか、ね、練習湿度ありますかこのスタジオ。本当はもうちょっとパラパラって出るんですか。パラパラってなんか今日はやる気ないみたい。ゆっくり楽しもうっていう感じなのかもしれませんね。荒井、はい、ね、先生のせいじゃないです。そうだよね、粉だもんね。ここまでは責任持てないな。そうですね、はい、はい、全体にしっかりと粉をつけてくださいね。続いてちょっと待ってね、準備するからね、はい、順番に並べないとね。そうですよね、これね、はい、ここで大事ですから。大事ですね。あっちゃこっち行ってしまうとね、はい、大変ですもんね。はい、そうしたら今作ったバター液をしっかりと両面につけてください。絡んでくださいね。見てもこうね、もったりした感じが分かりますもんね。でさらにパン粉をまぶしていきます。で今日はね、生パン粉を使ってます。はい、で乾燥パン粉だったら少し霧吹きなんかして湿らせた方がしっかりと衣がつきます。パン粉がつきます。それから生パン粉って結構粗かったりするので、もしフードプロセッサー持ってたらば少し砕いて使われるといいと思います。このようにきれいに衣がつきました。そしたらすぐ揚げるんじゃなくて、ラップで包んで10分ほど休ませてください。置いた方がいいですね。はい、そうした方がしっかり衣が馴染みます。はい、はい、そんな難しい作業じゃないけど、手間取っちゃうよね。いろいろありましたね。いろいろありましたね。はい、それでは油で揚げていきます。10分休ませたものを用意いたしましたの で中はもう全部火が入っている状態ですので、高温の油でさっと揚げるのがポイントになります。どうかな、油は大丈夫そうですか。大丈夫そうですね。ぬるかったってことないですね。
勢いは良さそう、はい、まあ、周りは本当にカラッと揚げるためですよね。そうですそうです、かえって時間をかけちゃうと中のチーズが溶けてしまうので、本当にさっと高温で揚げてください。へ、はい、あのわかめのしゃぶしゃぶぐらいすぐこの色の変わり方が早いね。早かったです、うん、でもこれはうまくいった。うまくいきました。良かったです。これでチーズが、ね、出てきちゃったりしたらね。そうそうそう、長く揚げてると、ね、どうしてもあのチーズが出てきたりするので、美味しそうですね、うん、短時間で揚げてください。でこれを切って盛り付けしてみますね、はいはい、すみません。今熱々のものを切っちゃうとチーズが全部出ちゃうから、うん、一瞬ちょっとあのチーズが落ち着くまで置いてくださいね、はいはい、では断面よっ、いい感じ、はい、ですね、いいよね。これいい？いいですよ。もうナイスミルフィーユですナイスミル、はい、そしてマスタードとパセリを添えてどうぞ召し上がってください、はい、完成です。完成しました。材料の粒マスタード添えてます。おさらいです。言葉が出てこなかった。みんな変なテンポになってきましたけど、4人分の材料です。ロースハム12枚、スライスチーズ4枚、卵1個、小麦粉大さじ3、水大さじ1と2分の1、小麦粉、パン粉、揚げ油、粒マスタード適量です。材料レシピはホームページまたテレリンクに掲載しています。今日のクッキングの内容は放送終了後新しい情報サイトテレイワヤでもご覧いただけます。ご覧ください。はい、いただきます。いただきます。あ、うん、あ、美味しい。本当にお子さんも喜ぶ味ですね。作りたいな作りたいなと思ってるメニューだったんですけど、ええ、なかなか作る機会がなくて、はい、簡単にできますね、はい、先生ね。簡単にできます。あのチーズを剥がすのさえ、はい、ね、直前にやればね、くっつきますよね、うん、はい、お弁当にもいいですし、すごくおつまみにも、ね、いいような気がしますね、はい、ぜひ作ってみてください、さあ、では明日も休日に作ろうというテーマで鶏肉とトマトの漁師風イタリアンを作ります。材料は鶏もも肉、ミニトマト、そしてローズマリーを用意してください。今日の料理は新井先生に教えてもらいました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。